結婚式やった方がいいって実はそこにあって、そっか、まあ、結婚したからこれをなんとかこの関係を良くしようってしますもんね。そう、やっぱこう結納したりとか顔合わせをしたりとか、うん、結婚式をしたりとかっていう風にしていくと、結局そのなんだろう、自分と相手とで一緒にもうそういう儀式も超えてるし、家族の、ね、自分の両親たちの周りもあるから、ちゃんとうまくいくためにどうするかっていうことを考えようって、こうそっちの方に思考がいく。よくあの結婚するときに女の子とかが言うのが、この彼は私のこと幸せにしてくれるかしらみたいな基準で選ぶ人いるんだけど、うん、それすると相手が自分のことを幸せにしてくれることを求めるから壊れちゃって、逆に結婚って決意から行くものだから、うん、この人としっかりやっていこうってなると、やっぱそういう決意から始まるから、うん、どうやったら乗り越えていけるかになるし、あとね、もう一つ大事なのが、結婚式をやることによってお互いの知り合いたちを呼ぶから、あまり人数多く呼びすぎちゃうと逆に2人の仲が壊れちゃうんだけど、そうなんですね。そう、あのそうするとね、お金をかけすぎちゃう結婚式に。でたくさんお金をかけすぎることによって、この結婚生活後の期待感が高まったりとか、あとここでたくさんお金を使って浪費しちゃったみたいな、そっちの効果に移っちゃってるね。でそうすると、あそこでお金を足んない使っちゃってね、こんなに使ったのにこういう人なのかああいう人なのかっていう風になっちゃって、うまくいかなくなっちゃう。だからある程度、例えば60人規模とかある程度人数絞って、お互いの友達たちにも来てもらって結婚式を挙げることによって、お互いのあの共通の友人がある程度できてくるようになって、でそうすると何か問題があった時に、あんな素敵な人なんで別れちゃうのみたいに言われたりとか、もうちょっと仲良くしてきなさいよって言われたりするので、壊れることがなくなるみたいな。なるほどなるほど。だから結婚式は絶対した方がよくて、お金かけない方がいいみたいな、うん、なるほど。そう、ただ結婚しちゃえば大丈夫みたいないうのが実はそういうところにあるって。だからお互い離婚する場合は、お互いが何だろうな、しっかりとこれから2人の生活を頑張っていこうというふうに思わなかったらダメみたいな。そうですね。そう。なので歩み寄ることが大事ね、本当。そう。本当に。ちゃんと結婚式を挙げて、うん、お金をかけないということですね。そう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 。いやもうぜひそうやってくださいっていう。勉強になる。みんなどう？めちゃくちゃ勉強にならない？すごくない？舞子さん、ありがとうございます。もう本当、私もクラブハウスいつも惚れ惚れしちゃってるんだから。いやいやいや、すごい。もう細かい数字結構忘れちゃってるけど、いやいや、すごい、本当にすごい。